んなこと言っちゃった。もう先輩の方が聞いてるもん。シニア、ゴムがシニアになって、ホームランが出なくて、そこばっかりこう。そこまで言われたら、ね、はい、皆さんこんばんは、今日は1月の28日日曜日ボギーチャンネル、週末の、南の島雨でございます。こういったね週末の、まあ、本当に貴重な時間、今日も、70名近くの方々が来ていただきまして誠に、ありがとうございます。私昨日までちょっと東京の方におりまして、横浜の方でですね、まあ、いわゆる、工作船というのを、月さんと、我が古き、船友の3名で、まあ、見学しまして、まあ、月さんにはいろいろ説明していただいて本当に、まあ、ためになったななんて思っております。まあ、大きさにして33メーター余り、結構大きな船で幅も5メーター近くあります。中は揚陸艦そのものであり、当時北朝鮮があのような船を作ってですね、まあ、日本近海に出没していたってのは本当に恐ろしいことでありまして、まあ、その船体を貫いた、まあ、海保の20ミリ機関砲、左舷から右舷に、まあ、突き抜ける、まあ、そんなすごい、威力を持った、まあ、機関砲でありますが、結果的にこのように力が我が国に最悪をもたらすものをですね、打ち沈めたということでありまして、まあ、海保がこのように強硬な手段に出た後、北朝鮮の船はあまり来なくなっているということですけど、やっぱり力がないとダメです。はい、国も男もやっぱり力なんですよ。カップルで歩いてた、そこへ変な連中が集団で襲いかかってきた、その時にぬちどぅたから、私の命が一番大切です、私は決して逆らえません、戦えませんので、私の命だけは助けてくださいと言って彼女を置いて逃げる男、逆に死ぬ者狂いになって戦って、俺が戦ってるうちにお前逃げろと言って大切な人を逃がす男、どっちが頼もしい男かっていうことになります。はい、突然動画が止まっていましたけど今大丈夫ですかね。まあそのような感じで、私やはりあのような船を見たときに、我が国をやはり守るのは力だと、まあ、当然ながら力というのは外交力、これも力でございます。しかしやはり本来の力の意味である軍事力、これもですねきちんとやっぱり持つべき、相手が決して日本に対してちょっかいをかけようと思わないような力を持つことが大切ではないかと思っております。まあ、よく反対派が言いますよね、基地があるから攻撃される、そういうんであれば沖縄選出のある、革新系の国会議員の先生はその豪邸にですね、豪邸ですよ、はい、もう貧乏人の味方って言いながら豪邸に住んでおります。その豪邸に警備会社のシールが貼られています。つまり警備会社っていうのは力ですよね。はい、彼らの言うことをご自宅に当てはめると、警備会社がいるからこそ泥棒に入られるという理論にならないとおかしいのに、それは一切言わない。私は本当にね、この国会でですよ、あの国会の審議っていうのは野党がね政府を追及するっていうのがあまりにも多すぎるじゃないですか。まあ、これが普通です。でもね、でも逆に、理不尽な野党を追及する場があってもいいんじゃないかと
思うんですよね。何も必ず どうもついつい今日もヒックシュンでございます。はい、あの風邪をひいてるわけではございません。あの横浜よりも東京よりもこっちはあったかいので、ただ今日は席がいっぱいしていまして、本当に幅がこのぐらいしかない狭いところに押し込められておりまして、そこからお送りしております。さて、どうもまゆみさんありがとうございます。今日もね、あのたくさんの方々からニラ束とかいろいろいただいております。ありがとうございます。本当に一人一人ちょっとご紹介しようと思ったんですけど、前置きが長くなりすぎましたのでまた改めて、はい、気づき者がまたあの御礼差し上げようと思います。さて、今夜はお笑い沖縄タイムスということでございまして、まあ米兵が事件事故を起こさない時にはどんなことを、まあ、沖縄の新聞が書いているのか。いやー本当にいくら米軍だって毎日事件事故を起こすわけじゃありませんよ。はい、そんな時何を書いていたかっていうのを皆さんに今日ご紹介しながら一緒に、笑っていただこうかなと思っております。しかし今日の話題は、笑えない話題でございます。これをまずご覧ください。トン、逃げる練習確かに戦時中、逃げる練習確かに戦時中。ちょっと不穏当なタイトルですよね。逃げる練習確かに戦時中、これ何かと言いますと、まあ、沖縄タイムスさんのですね、はい、沖縄タイムスさんの新聞は人文、いわゆる NIE 教育、新聞を教育へという部分で、その中で、生徒が書いた作文を、こうして掲載をします。まあいわゆる新聞は人文、人文っていうのは沖縄の方言で知恵ですね。新聞は知恵に変わる、はい、なんかウサギのようなネズミのようなマスコットの横に NIE とあります。もうこれ皆さんご存知の通り、はい、NIE 教育、学校現場で新聞を教材として使っているという、ね、ことでありまして、県も新聞社ももう大喜びでこれやっております。両論併記を担保していると言いながら使っている新聞は琉球新報と沖縄タイムス、はい、琉球新報と沖縄タイムス、これは皆さん両論併記と言えるのかどうか、まあ、考えていただきたいと思いますが、さてこの記事ね、ちょっと読んでいただきたいと思いますけど、はい、これ中学校2年生、はい、私は普天間第二小学校のグラウンドに米軍ヘリの窓落下の後、学校の上は飛行しないという記事を見ました。飛行しないではないんですよ、はい、極力飛ばないようにするという、ね、お約束でございます。極力です、ね、飛ぶ時もあります。しかし新聞は飛行しないというふうに子どもたちに教えます。今日のニュースを見るともうすでに飛んでいるということを見ました、はい、飛んでいるっていうことを見ました。このニュースに私はとても驚きました。こんなにすぐに約束を破りヘリが飛ぶもんなんでしょうかと。約束は破っておりません。極力飛ばないようにするという努力目標なんですよ。だって、ね、この滑走路から数十メートルしか離れてないところにあるんですよ。ちょっとでも風が吹くと横に動く時もあります。だから米軍は極力、ね、最大限飛ばないようにします、努力しますと言ってくれた。しかしそれが今回横にずれてしまったっていうことがあって、まああまり褒められたことではないですが、できない約束はあまりやらない方がいいかなと私思ったりもしますけどね、はい、被害に遭った人たちはとても不安だと思います。私ならそう思います。そうです、
あの新聞っていうのはね、こういった子どもたちの被害、あの不安を煽り立てる、はい、大人もね、子どももその不安をね煽り立てるのが沖縄の新聞。その煽り立てて、その恐怖で正常な判断能力をなくしていくわけです。他にも新聞にはまるで戦時中という言葉も書かれていました。まるで戦時中、さっきのタイトル皆さんにお見せしますね。はい、逃げる練習確かに戦時中、逃げる練習確かに戦時中、新聞に戦時中と書いてあったとこの生徒は言っております。下の段、まさにその通りだと思います。はい、逃げる練習なんて今が平和な世の中ならする必要がないはずですと。あのね、この中学校2年生が今まで戦争に巻き込まれることもなく、大きな事件に巻き込まれることもなく、こうして学校に通ってですよ、何不自由なく、まあ、授業も受けられて、はい、そして親の愛に包まれ、そしてこうやってね、新聞に投稿できるっていうのは平和だからができるんですよ。平和だからね。はい、しかし今皆さんよく書いてますよね、日本に向かってミサイル飛ばしたりですよ、はい、排他的経済水域が先行したまま潜水艦が通過したり、軍艦が通ったり、はてまて航線がね、中国の航線が領海内に居座ると、そういったことこの中学生には見えないんですよ。つまり沖縄の新聞はそういったことは子どもたちに極力見せないようにしているということであります。つまり今が平和な世の中ならする必要がないね。今まで平和だからこうして大きく育ったんですよと私は教えたい。しかしその平和というのは何もしないでですよ、エデンの園のマナのように空から降ってくるものではないんですよ。やっぱりこの平和というのを守るためには、はい、いろいろな方々が命を懸けてやっぱり守ってきた。そして過去大東亜戦争の以前にも、こう日本という国を守るために幾百万もの、ね、兵士や民間の方々が命を懺悔させてきた。その上に今の平和があるんであり、何もしないでね、平和がね得られると思ったら大間違いです。つまりこの NI 教育っていうのはこのように、一部の大人たちにとって都合のいいことだけをやっぱり教えていく、一つのやっぱり洗脳になってるというふうにね、私やっぱり思うんですよね。今の私たちはきっと危険と隣り合わせなのだと思いますと。はい、きっと危険と隣り合わせです。だってね、この沖縄は中国のものだという主張してね、はばからない連中が尖閣諸島に入ってきてるんですよ。しかしこの中学生が言ってる危険というのは中共のことではありません。米軍基地のことです。このような辛く悲しい思いをする事件がなくなり、もっと明るい沖縄の未来がやってきてくれたらいいなと思いましたと。はい、辛く悲しい思いをする事件、まあ、これはね、確かに米軍関係者も時々粗相をして、私たちも胸が痛くなるような事件を起こしますよ、ね、できればなくなった方がいい。でもなくすために一生懸命彼らは努力しているし、まあ、復帰前と比べたら比較にならないぐらい減少してます。特に前米海兵隊政務外交部次長のロバート・ D ・エルドリッチ博士が在任中にはこういった事件事故が一気に減りました。一気に減ったんですよ、ね、博士は、そういった沖縄に来た新しい兵隊たちに対する教育プログラム、そしてそういったね、日本人との接点がないアメリカ人と我々日本人の交流の場をどんどん作って、お互いに、はい、
心を通わし言葉を交わすことで互いの信頼関係を作っていくということに積極的にやっていました。そういったことはやはり互いに辛く悲しい思いをしたくないからやっぱりやっていたんですよね。しかしこのように沖縄のいわゆる教職員組合、そして新聞社、県教育庁、まさにねスクラムを組んで、まあ、こういった学校現場に NIE、はい、新聞を、教育現場へということで新報タイムスを入れまして、それで、まあ、どっちを切っても金太郎飴の記事を子どもたちに見せて一生懸命洗脳する。多分この子はねすごい優等生だと思います。先生の言うことをね何でもハイハイと聞く子どもです。私の甥っ子小学校4年生ぐらいの時かな、オスプレイについての作文を先生たちに書かされたって言うんですけど、わざとオスプレイは血管系でいつ落ちてくるかわからない、危ないと書いたって言うんですよ。なんでそんなこと書いたのかっていうと、そう書くと先生が喜んで朝日新聞のコンクールに出してくれるからっていう。本当に沖縄の教育者狂ってますね。真面目な先生もいますけど、私はねこれ絶対に狂ってると思います。そしてやはり教育現場、まあ、皆さんもね皆さんのところでもやっぱおかしい先生方たくさんいると思いますけど、とんでもないことに今なっております。トン県内のいじめ認知12,482件、平成2016年度前年比5倍ということでね、一気に5倍に膨れ上がった。沖縄県内だけで12,482件、はい、児童1000人あたり 61.1 件のいじめワースト4位。いやーもう本当にね、組合活動が熱心なところほどこういったの私乱れてると思いますよ。あ、優作さんその通りでございます。はいね、学校の周辺でね教職員組合の旗を立ててアウアウしてマスクしてねテロリストみたいな格好をして車の前に飛び出したりスクラム組んでムカデ行進してる場合じゃないんですよ、ね、前年比5倍に膨れ上がった。これどう思います？私はねこの半基地闘争にこの教職員組合が傾倒すればするほどやはりこういったいじめもどんどん増えていくと思っています。それだけ学校の先生方が学校現場で生徒と触れ合う時間がどん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 減っていく。はい、政治闘争に傾倒するあまり本来の使命である、生徒の健全育成、学力向上、そういったのがおろそかになった結果、沖縄ではこのように前年比5倍です。はい、5倍。あ、シェリーさんどうもこんばんは、んこでございます、ね、このいじめ今シェリーさん書いてますけど何もね学校の中のいじめだけではございません。沖縄の教職員組合は意図的に米軍いじめをしております。はい、自分たちがね米軍関係者に対してヤンキーゴーホームゲラリーファックなんとかとこんなことを言って散々にね尊厳を傷つけておきながら学校現場でいじめを撲滅することなんてできません。今サンゴハートさんが先生になりたい人が減ると書いてます。ところがサンゴハートさんのおっしゃる通り琉球大学の教育学部、琉球大学の教育学部のなんと願書の中間発表があって教育学部の平均競争倍率 0.3% でした。 0.3% ですよ。10名の定員に対して3名しか来なくなってしまった。いやーすごいですね。そう、かなたさんの言ってること本当に私必要だと思います。先生の教育機関ね、私これ本当に大賛成です。先生っていうのも完璧じゃない、やっぱりどん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 
学んでいただくために先生を対象にした、教育機関をきちんとやっぱり作るということが私は必要ではないかと思ってますし、私の持論である、憲法改正の前に教育改革からっていうことをやってみたい。シマンさんその通りです。はい、教育改革でも教育っていうのは残念ながらお金にならないのか、あまり関心示してくれる先生方いないですよね。はい、まあ、私が非常に懇意にしてる吉家先生、ヤンキー先生はすごい熱心に私たちの話も聞いてくれますし、いろいろ手を尽くしてくれておりますよ。でもああいった先生はまだまだ数が少ない。もっともっとやっぱり教育に関心を持つ先生方がやっぱり出てこないといけませんし、まあ、今はもう他の党に行っちゃいましたけど、中山成明先生のように堂々と日教組は日本のがんだと言ってね、はばからない人が出てきてもいい。あ、小杉さんの書いてるのもその通り、ね、沖縄がこのままね、反米反日何にでも反対っていうおかしなイメージがついたら、沖縄の子どもたちの県外への就職にも響いてきます。しかし学校の先生たちは関係ないんですよ。もうね、ベルトコンベアの流れ作業、とにかく自分が見てる間は、何事もなく卒業してくれと、はい、卒業していってくれっていう感じになってますんで、本当に真剣に向き合う先生ってのはそんなにはいないと思います。あ、森さんどうも、ニラタバありがとうございます。さて、私がねこの本当にえげつないと思うのはこういったこともあります。トン、これ琉球大学で行われたシンポジウム、つまり琉球大学の先生方も絡んでおります。琉球人遺骨の返還要求、はい、これも本日のお笑い沖縄タイムスからね、はい、兄弟保管ね、私は別に学術的な、ね、見地からこの沖縄の、ね、こういったいわゆる琉球時代のそこに住んでた人たちの DNA とかをやはり解析をして、この沖縄に住んでる人たちのルーツを探ったり、はい、東南アジアや北方などの、ね、方々と比べてどっちからこの沖縄に住んでた人たちが渡ってきたのかというような、そういった純粋な研究をする分にはすごい私はねいいことだと思うし、応援もしたい。ところが皆さん、この兄弟保管の下見てください。植民地主義問い進歩と、もうね、もう学術的なことまで全てこのようにイデオロギーに結びつけてしまうんですよ。なんでね、琉球人っていうと琉球王朝時代の人たちのことじゃないですか。それがなぜ植民地主義になるんですか。植民地ですよ。まあ彼ら今でも沖縄のこと植民地って言ってますけどね、一括交付金だけでも3000億円余りね、いろんな面での補助率も8割9割こんなに恵まれてるところ、そして自分たちでオナガ知事みたいな知事まで選ぶことができる、これがねなんで植民地なんですか、ね、植民地主義、誰がここに植民してるんですか。意味わかんないですよ。あ、ケンシャスさんこんばんは、こでございます。黒海軍交渉さんニラ束ありがとうございます。植民地主義、これって皆さんね、学者たちがね、学校の先生たちがこういった学術的なことまで全てイデオロギーに結びつけていくから、どん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 沖縄の子どもたちがおかしくなっていく。はい、学校でも NI 教育を通じて反米反日の下地を作る、そしてね、将来公務員になったり裁判官になったりするのは優秀な生徒たちは、先生たちの言うことを真に受けて、さっきのようなおかしな作文を書いたりするわけです。はい、本当に困ったもんでございますね。
まあ、優秀な子供ほど先生の言うことをやっぱり信じ込んでしまう、まあ、そんな子供たちが将来大きくなって裁判官や公務員とかになった時にどんな社会になるのか、そこを考えた場合にやはり、この教育っていうのは何よりも大切な部分である。国家100年の計は教育にあり、100年後を見越した上で今こそ、教育改革を私は、進めるべきだと思いますし、そういった戦後の、はい、ウォーギルドインフォメーションプログラムに汚染をされた今のエリートたち、大学の教授とか学校の先生たちっていうのはもう全ての事象をこういったいわゆる反日反米に結びつけていくということがね、まあ、沖縄では当たり前のようになっている。そして先生によく見られたい、賞を取りたいっていう子どもたちが本心では思ってもいないのに、反米基地はいらないとか、はい、基地はいらない、そして、オスプレイは欠陥機だということをね言うようになる。そして沖縄は差別されている、屈辱だと、はい、主権回復の日は学校では屈辱の日と教えております。しかしその主権回復の日の沖縄の新聞を見たら一言も屈辱なんて書いていない。すべてね日本の、いわゆる主権回復を心からお祝いをしたいというふうに書いている。そしていつか我々もその主権回復に預かりたいと、いつか日本の元に帰りたいというそういう切実な思いを書いているのがあっても差別だ屈辱だというのはない。つまりその当時になかったのがなんで今このように出ているのか、そしてエリートと言われる優等生がなぜ左傾化するのか、やはり教育の部分をよく考えないといけません。そして、そういったウォーギルドインフォメーションプログラムに洗脳された大人たちはこんなことを言い出します。トン、民主主義の発信、民主主義の発信、座り込み、民主主義なんですかね。トラックの往来を止め道に寝っ転がり、ね、アメリカ人ヤンキーゴーホームと大声で叫ぶ、それが民主主義なんですか、ね、違法行為を繰り返す、かぼちゃを叩いて、ね、腐らす、ね、私を、ね、50名ぐらいで取り囲んで、ね、罵倒した上に集団自衛権は認めないという、そんな人たちが民主主義ですか。いやいや違います、ご都合主義でございます。はい、反戦兵は免罪符、反基地無罪、ね、表現の自由は法律を超える、そういった人たちは民主主義ではなくご都合主義と、私は呼んでおります。はい、そしてね今日最後にお見せしたいの、もう騙されちゃダメっていうのを皆さんにお見せしたいと思います。トン、はい、もう騙されちゃダメだそうです。皆さんいかがでございましょうか。はい、この方に言われてもね、この方に騙されちゃダメって言われたらそうだよね、あんたなんかに騙されたらダメだよねと私言いたくなるんですが、こういった人たちが沖縄の新聞で指揮者として大きな顔をして掲載をされている、もう騙されちゃダメ。はい、たまにはコメント島津さんがお前言うと、お前言うとそうですね、パンダ2頭6億円が消えると、いやーこんなことがねまかり通る沖縄ってどうなんでしょうかね。まあそれをやっぱり直すために私これからも教育改革を、まあ、最優先にっていうことでどん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 取り組んでまいります。国家100年の経緯は、教育にあり、はい、ぜひ皆さんもあの憲法改正とともにこの教育改革にも関心を持っていただけたらいいかと思います。ということで、今日のボギーチャンネルこれにて終了させていただきます。多くのコメント誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。